ヘルマン・ムテジウスヘルマン・ムテジウスは、ドイツの建築家、ドイツ工作連盟の中心人物、エアフルト近郊、グロースノイハウゼン・グロスンハウゼンの生まれ、建築家の父から影響を受け、大学で建築を学んだ。明治時代の日本へ赴き、1887年から1890年までは、ヘルマン・エンデとビルヘルム・ベックマンによる、 館長集中計画に建築技師として従事した。また1897年に東京府工事町に完成した日本で初めてのドイツのプロテスタント教会の設計を担当した。その後、プロイセン政府の管理としてロンドンの大使館に勤務し、アーツクラフツ運動から大きな影響を受けた。1904年にイギリスの住宅を観行 アーツクラフツの紹介者としても知られるようになった。1907年、ドイツの産業育成を目指したドイツ工作連盟の設立に加わり、産業と芸術の統一を構想し、展覧会開催や出版などの事業を行った。ムテジュースは企画化を重視したため、1914年のケルン展の後、作家個人の芸術性を主張するバンデベルデとの間に、 企画化論争が起こった。設計作品としては、郊外住宅を多く作っている。田中正宏によると、18世紀は風景式庭園の黄門時代であったが、19世紀に入って建築家が造園の展示会を開くようになって、一般の注意は建築家の作品に向けられ、造園の本質的な転換に直面することになったという。イギリスの建築家。 レギナルド・プロムフィールドが、著書、ザ・ホルマル・ガーデニンイングランドで、風景式庭園の趣味の悪さと不合理性と、自然模倣性と、ロマンチックな自然観を遠慮なく攻撃し、これをドイツに移植したムテジウスは、ベルリンの公演監督者、グフタフ・マイヤー等を中心とする連年、マイヤー学派との間に激しい論争を行った。この状況を、交代員女子は、 1904年には起こって騒ぎ立てた。彼らは、ムテジュース攻撃に尚も争ったが、やはりことの成り行きは、着実に進行した。造園家が不平を言えば言うほど、建築家は強く庭園を占有し、と述べている。黒い月る日へ、造園の展開、天気に立っている造園。ありがとうございます。